2023年10月中旬、防衛装備庁は、開発中の兵器レールガンを艦艇に搭載し、世界で初の試みである、洋上での発射テストを実施したと、公式 SNS 上に画像を公開しました。レールガンの発射テスト実施にあたり、防衛装備庁は、実施場所、海域や、同兵器を搭載した具体的な海上自衛隊の艦艇の名前は伏せていましたが、多くの予想通り、試験艦のアスカということが判明しました。今回は、世界初、洋上からのレールガンの発射テストの成功について見ていきます。2023年10月17日、防衛省装備庁が、将来の兵器として開発を進めているレールガンを、海上自衛隊の試験艦アスカに搭載し、洋上発射試験が実施されました。世界で、初めて、洋上の艦艇からレールガン発射に成功した事実を明らかにした上で、その際の様子を撮影した動画を、12月1日、同庁の YouTube 公式チャンネルに公開したのです。海上自衛隊も、10月17日、陸上装備研究所が実施するレールガンの開発状況についてのプレスリリースを発表。海上自衛隊は、こういった新装備品の研究開発に、自衛艦隊レーカの開発隊群に所属する試験艦アスカを使用していると明らかにしました。また、同日付の SNS の X、旧 Twitter への投稿において、自衛艦隊司令官が、防衛装備庁の下北試験場を訪問して、レールガンなどの最新の装備品開発状況を視察した様子を写真付きで紹介しています。と言っても、この洋上発射試験が実施された日程、海域などについては、防衛装備庁も海上自衛隊も、一切明らかにしていません。洋上発射試験に使用された試験艦アスカは、1995年、平成7年3月に就役し、海自としては15年ぶりに登場した試験専用艦です。開発隊群技術評価開発隊に所属し、省力化やステルス化を目的とした艦載兵器実験艦として運用されていて、この艦の他に同型艦はありません。アスカという艦名の由来ですが、海上自衛隊の試験艦の命名基準である名所、旧跡のうち、文明、文化に関する地名から考えられたもので、言うまでもなく、日本の古代大和朝廷が栄えた地である秘境、奈良県飛鳥村にちなんだものです。アスカのサイズを紹介します。基準排水量4250トン、満載排水量6200トン、全長 151.0 メートル、全幅 17.3 メートル、深さ 10.0 メートル、喫水 5.0 メートルの艦隊です。護衛艦で言えば、村雨型、基準排水量4550トン、全長 151M、全幅 17.4M、や高波型、基準排水量4650トン、全長 151M、全幅 17.4M、などの汎用護衛艦に匹敵する大きさです。祭儀、波甲板型の船形が採用され、艦首と艦艇に、新型の水上艦用ソナー奥隙式士が設置されているので、停泊中に闘病したイカリヤチェが奥隙式士に干渉するのを避けるために、ソナー設置位置から遠ざけるように、艦首が鋭く突出しているのが、フォルムの特徴になったそうです。この奥隙式士は、艦首バウドーム内に設置されたシリンドリカルアレー、CA と、艦艇に長く配置されているフランクアレー、FA からなっていますが、予算の関係から通常左右両舷に配置される FA は片舷のみ装備されているようです。また、艦橋の形状にも特徴があり、4層の艦橋の最上部に、レーダーの試験機材を載せる構造物が設置され、就役時には、その構造物に、射撃式装置3型 FCS-3 の試作アクティブフェイズドアレー、AESA アンテナが4面に配置されていたそうです。この FCS-3 は、2000年、平成12年に00式射撃式装置として正式化され、最大捜索距離 200km 以上、最大追尾目標数300個という高性能な射撃式装置になりました。ちなみに、アスカに搭載されていた FCS-3 試作品の部品は、試験終了後ヒューガ、型ヘリコプター搭載護衛艦ヒューガと伊勢の2隻に転用されました。AESA の阻止を取り外したアンテナの台枠3機はヒューガに、1機は伊勢に搭載されています。この AESA アンテナは全て撤去され、
レーダー機器室にはカバーがかけられていましたが、2014年、平成26年以降は、FCS-3 の性能向上策の一環として開発された X バンド多機能レーダーの試作機が搭載され、海上試験が行われました。また、乗員72名の他に、試験要員として100名を収容可能で、海上自衛隊の自衛官として、女性自衛官が初めて乗艦した艦として知られ、艦内居住区や病室などについても、男女別に設置されています。洋上射撃試験を撮影した動画では、飛鳥艦上のどこにレールガンを配置したかなどは不明ですが、海面の動きなどから航行する艦上から発射されたことがはっきりわかるので、世界初のレールガン洋上発射を撮影した動画ということは間違いないとされています。搭載されているレールガンは、防衛装備庁が青森県の下北試験場で、艦艇の後半を想定した2枚以上の後半に発射した結果、それらを撃ち抜くことに成功したとされるレールガンと同型のものとみられます。このプロトタイプは、方針となるレールの全長が約 6M で総重量8トン、口径 40mm と小さいですが、多媽体を極めて高速で射出可能で、試験データにおいては、発射速度として、秒速 2297m が記録されるなど非常に高速です。これはマッハ7に相当する速度で、時速換算すると約 8568km になります。現在の海自護衛艦の手法である5インチ砲マーク45の初速が約秒速 800m とされ、陸上砲ではアメリカ陸軍の 155mm 榴弾砲 M777 の初速が秒速 827m とされていることに比べると、3倍近い速さで多媽体が発射されることになります。この多媽体が目標に衝突した際には、それ自体は爆発力がなくても、かなりの破壊力を発揮するそうです。レールガンの構造は、平行に設置した2本の電極棒レールの間に、金属製の小さな多媽体を挟むという単純な構造です。その2本のレールに、瞬間的に大きな電流を流して強大な電磁気力ローレンツツトムを発生させます。その反発力で金属の多媽体を射出する電磁砲と呼ばれる兵器ということです。従来のように火薬を装薬として爆発させて砲弾を射出する火砲と違って多媽体が音速をはるかに超える高速で射出され、かつ長射程ということから大気圏外を飛翔する弾道ミサイルや近年、中国やロシアなどが実用化して配備しているマッハ5を超える速度で飛翔する極超音速兵器などを迎撃するための装備として期待されているそうです。しかし、電磁力を発生させる2本のレールと多媽体との間には大きな摩擦力が発生します。この摩擦によって多媽体の発射エネルギーが大きく減るので、損失分を補うためより大きな電力が必要になるので、レールガンに接続する電力供給システムは巨大なものになってしまいます。そのための広いスペースが必要になりますし、超音速に加速するためには、長大なレールが必須なので、設置できる場所が制限されるので、艦上への設置は難しいとされてきました。また、大きな摩擦力によって方針となるレールが、1発射のたびに激しく摩耗し損傷するので、連射すると、多媽体の発射速度が低下するエロション現象が発生することも、レールガンの実用化を妨げるデメリットとされていました。そのため、防衛装備庁は、連続射撃できるように、研究開発と実験を繰り返し、レールガンに、大出力電力を、連続供給可能な新たな放電方式の研究開発を進めてきたとみられます。他にも、方針レールの摩耗を防ぐ新素材の開発や採用などを進めたものとみられ、これらの実験によって、弾丸の初期位置付近のレールに顕著に現れる損傷を抑えられるようになったと言われます。これまで単発でしか撃てなかったレールガンで、120発の連続発射実験に成功、発射したすべての多媽体の初速が、秒速2000メートル以上を達成したとして、2023年11月の防衛装備庁技術シンポジウム2023で関連資料を公表した防衛装備庁は、この成果について、
新たな対策を施したレールガンは、高初速の弾丸を安定して繰り返し撃つことを可能にするという研究開発目標が実現されたと説明しました。防衛省では、将来レールガンの研究費として2022年度に65億円、2023年度には160億円をそれぞれ計上していましたが、2024年度は238億円を盛り込んで、レールガンの早期実用化を目指し、ドローンを撃墜するための高出力レーザーや高出力マイクロ波など最先端技術兵器についても研究開発を進めていく予定ということです。アスカは特別に設計された試験専用艦であり、独自の装備と改造を施されています。艦上のレールガンは、防衛技術の進展に必要な試験環境を提供するために、特化した設計がなされています。試験に成功したことで、日本は、次世代兵器の開発において、重要なステップを踏み出したと言えるでしょう。この試験の成功は、防衛装備庁がこれまでに蓄積してきた技術と、経験をもとにしており、今後も、さらなる研究と試験が求められます。今回の成果は、将来の防衛システムにおいて、より高速かつ正確な兵器が実用化される道を開くものと期待されています。